はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。柳様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。11月19日外国人実習制度廃止でも池袋ご参加よろしくお願いいたします。当日ですね、山手線内回り、反時計回り、池袋から新宿渋谷方面に、で大崎までですね、終日連休だそうであります。大崎方面から池袋には行けます。行きはよいよ。池袋に着く行くのはどこも止まってません。池袋から離れるのに、ちょっと新宿渋谷方面が、ダメと。帰りはそういうわけでですね、埼京線や新宿湘南新宿ラインや副都心線、有楽町線なんかを利用して、ください。面倒だったらね、山手線外回り上の方面行きに乗ってですね、ぐるーっと一回りすれば、新宿渋谷行けます。まあ面倒くさかったらね、時間かかりますけれども。中谷一馬、立憲衆議院議員40歳、帰化者の住所氏名生年月日が官報に掲載されている帰化者の個人情報を公開することは、帰化者に対する差別につながる可能性であったり、帰化申請をためらうことになるのでは。法務省国籍法10条の規定、だからそれやってるという、まあ、にべもない返事なんですけれども、住所氏名生年月日官報に記載されるとなんで差別になるのかちょっとわかんないですね。世論です。なんで隠そうとすんの。お前は帰化者ということだな。出自がバレたらなんかまずいことでも、スパイかもしれんだろ、なんかやましいことあるんか、後ろめたいんだろ、工作員が入り込んでるのがバレるからと。帰化をためらう可能性、帰化するぐらいの覚悟した人はそんなんで躊躇すっか。ためらう人は帰化する覚悟は足りないんだからほっとけよ。そういうの帰化しないのはむしろ国益でしょ。服着替えるみたいにですね、気軽に国籍変えられちゃ困んだよ。差別につながるって、それ一体なんでなの。元アメリカ人、元イギリス人、元フランス人だってバレても差別されるとは思えないんですけどね。国籍が原因で差別されるとすればですね、嫌がられるようなことを散々やってきたからだろ。自業自得だって話ですね。極左の岸本さと子杉並区長、男性が多い組織職場は生産性が低い。議会で言っちゃいました。世論です。人相悪何を根拠に。男が逆を言ったら大変なことに。女尊男卑は許されるという不思議。普通に差別発言では。生産性っていうなら数字出さないと、データと根拠を示せる。男の区長がですね、女性が多い組織は生産性が低いなんて言ったらですね、全国から叩かれて辞職じゃ済まないですよね。森元総理、あれだもんね、女性がいる会議は長いって言っただけで、子供から孫から叩かれて大変な目に遭いましたよ。女性が入る会議は長い、その通りだよ。私何度も経験してますけど、その通りだよ。長いよ。男だったら2秒で済むとこ2時間かかるよ。杉並区以外は区長に発言の撤回と謝罪させるべきですね、これ。男性差別発言ということで、数字や根拠並べてですね、低いという結論になりました。じゃないんだから完全なヘイトスピーチですよね。この女はですね、私はバカですって絶叫してんですわね。もしくはですね、男女分断工作の一環に励んでるか、どっちかですね。消化を遅らせ、空腹時間を減らす肥満治療薬、ウゴービ。すげえ名前だな、ウゴービ。公的保険対象にすると厚労省発表。今月22日から早速対象適用なので、肥満は病気じゃないんじゃないのってこれ見た時思いましたけどね。世論で、世論です。要するに食いすぎなんだよ。肥満って薬で治す病気か。食欲減退が激しいらしいから気分悪そう。これドアがくぐれないレベルのデブ対象じゃないの。
俺の保険料でデブの面倒見るの嫌、その前にバカを治す薬を、バカを治す薬欲しいですね、私は胃腸が弱いので強靭な胃腸を持つデブが妬ましいであります、使用条件としてはですね、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病のいずれかがあってですね、あとは健康障害が2つ以上あること、ある肥満は使いましょうっていうことで、太ったから注射してくださいっていうことにはならないみたいなんですけれども、これらの異常だってですね、食って太ったから生じてんでしょう。高血圧も糖尿病も、つまりですね、自業自得なんだよな、薬物中毒だのアルコール中毒と同様にですね、自業自得の自己責任障害を保険適用にするのやめてくんないかな。保険料上がるばっかでしょ、際限なく上がってくんじゃないの、あれもこれもあれもこれもって、俺の保険料でデブの面倒見るの嫌って激しく同意します。ユニバース25、至れり尽くせりの福祉は絶滅の第一歩ですよね、これね。ホストクラブの高額借金について、地味花子消費者大臣、花子って読めないねこれね。デート商法の契約は消費者契約法4条に基づき取り消し可能。これは恋愛感情を利用した、まあ気の弱そうなんですね男はですね、綺麗な美女になんか契約、進められてんの喫茶店とかでもたまに見ますけれども、こういうのは取り消せんのって、世論です。弁護士稼ぎ時来たで、そのうちどっかの法律事務所が CM やりそうだな。キャバクラのツケも取り消せる、まともな子は来ないってホストが言ってた。普通に自己破産でええやん。遊興に使った借金で自己破産は認められていない。そうなんだ。これは知りませんでした。自業自得だ、甘やかすな。未成年がホストクラブに行くって時点でもうおかしいと。ホストクラブのツケはホスト個人が背負うんで、中にはですね、逃げられて涙目になるホストもいるそうであります。キャバクラもかって意見ありましたけど、キャバクラそもそもツケ効かないんじゃないの、行ったことがないので知れませんけれども、ホスト狂いはごくごく少数がかかる病気みたいなもんで、そもそも国会でやることか、立憲が特に熱心なんですけど、こいつらまさかね、ホストにかまけさして国会を停滞させてですね、重要法案を審議させないって目的ですかね。国会地帯戦闘っていうかさ。その間にです。愛は勝つの菅さん61歳死去、慎んでお悔やみ申し上げます。国内で数十例しかないメッケル憩室がんで闘病中でした。私もですね、メッケル憩室ありまして、大学6年の正月に穴開いて腹膜炎を起こし手術した経験があります。腹膜炎めちゃ痛かったです。腹の中にですね、立ちバサミが入ってるな、鋭い痛みで歩けもしなかったですね。しかしですね、必ず最後に愛は勝つって、今の若者に聞かせたらですね、なんかソースあるんですかとかですね、それはあなたの感想ですよって、言われちゃって信じてもらえないですね。おおらかな時代、30年前ですか、おおらかな時代でよかったわな。時事通信11月、内閣支持率調査の結果が 21.3% で過去最低更新。岸田内閣としても過去最低を更新。これで何ヶ月連続で落ちてんだって話ですね。2012年12月にですね、自民党が勝って与党を奪還したじゃないですか、安倍総理。それ以降の過去最低も更新したそうであります。やったね、ふみきゅん。これで明日はホームランだって、もう知らない人も多いだろうな。2011年から2022年、厚労省が認定した過労死、件数が2126人、男2046人、女性80人、 3.8%、圧倒的に男が死んでる、女性が生きにくい日本っていうのは大嘘であります。女性が生きにくいなら、なんで日本人女性の寿命が世界一なんだよ。女性に一番いい国が日本なんじゃないの。日本人女性の寿命が世界一なんだからさ、生きにくいって言ってる女性がいたらば、その女性のせいだわね。
だから、日本はって、あの、死後、クソでかくすんじゃねえ。住宅業界、安い住宅が売れない。低所得者層が持ち家を諦めたんじゃないか。これ、床ネズミ化ですかね。無気力になっちゃってね。すべてを諦めて。もしくはですね、あの、人口減による自然な需要減少かもしれないな。BBC、宝塚の凄惨ないじめで自殺者が、報道されてしまいました。ジャニーズ報道したのも、BBC が先だったんじゃないですかね。我が国のマスゴミ、完全に機能不全、潰してしまえと。TBS 系列のテレビ山口、31年ぶりにストライキで放送の一部が休止になりました。労働組合、物価高なんで、賞与を上げてほしい。経営側、業績悪化で去年より下げる、で決裂と。キー局、特に富士は赤字転落ギリギリだし、地方局はもっと苦しいみたいですね。よし、潰れろ。宝塚理事長、自殺遺族に向かって、いじめの思考を見せられてはって言ってしまい、イメージ最悪になりました。こいつ鬼畜かと、イメージ最悪になりました。エホバの証人、役職者による未成年信者への性加害の申告が159件ありました。氷山の一角ですけれども、宗教団体ろくでもねえなおい、バチカンも何千件とか、やってましたけどもね。統一教会、五輪委員会、談合、ビッグモーター、日大運動部、ジャニーズ、宝塚、エホバ、相次ぐ巨大組織の闇、暴露。次どこがほころぶんですかね。共産党とかは全部が闇と言っても過言ではないから、闇がなんか政党を名乗ってるみたいなとこですからよくわかんないですけれども、次はどこがほころぶんだろうな。 NHK あたりがほころぶと、いいかもしんないなという感じになります。というわけで、11月19日、外国人実習制度廃止でも皆さん来てください。床ネズミになって、無気力に毛繕いだけしてるじゃないですよね、皆様は。動ける人間ですよね。ということで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。